どうもこんにちは、こんばんは、おはようの方もいらっしゃるかな。本日2019年12月27日です。まあ明けて27日か、まあ朝方もう5時です。眠れない夜が続いてますね。私あのまだ気分はクリスマス3代目K サンダースです。よろしくお願いします。まあまあ明けて27日なんで、まあ実質26日なんですけどね、まだまだクリスマス気分でいってやろうと思って、あの本日はちょっともうこれいこうかな。あ、画面だ。この影の伝説いきますよ。なんかね、扱い影の伝説って主人公が赤色の服着てたんで、これサンタっぽいのでいいかなと。使えへんな、一生使えへん。今日はつかずに終わるかな。やばいね、つくまでが遠足です。そうそうそう、三代目。まあ、三代目、カーネル・サンダースみたいなこと言ってたら、今日ね、まあ、それこそクリスマスの時とか、ケンタッキー・フライド・チキンって、あんまり買えないから、買えるんかな？俺はなんか、すごい並んでるイメージがあって、買えないイメージだった。で、今日ちょっともう、その感じもないかなと思って、近所のイオンのフードコートに行って。ね、フラッとこうエレベーターでフードコートのところに行ったら、すごい人で、ものすごい、そのフードコート自体が人であふれかえって、もう分かるんですよ大概。で、女の子しかいないんですよ。女の子がすごい量ある時は何かのライブやって、まあ、横に京セラドームがあるんでね、なんかあったんかなと思ってパッと見たらね、あの始めましょう、あのあれですわ、女の子の服見たらみんな3代目 J ソウルブラザーズみたいな書いてあった。多分3代目、まあ3代目、僕は3代目 K サンダースなんで、まあまあ兄弟の杯を交わそうとして交わしてないんですけど、お、なんか出た、あ、なんやれ、足、そうです、です。で、またあの毎年ね、毎年っていうか、あ、ブズ、あのイオンの大晦日の日は確かね、キンキキッズかなんかがね、やるんじゃなかった？カウントダウンライブをね。だから、その時も確か人がすごい、この上飛んでる、何や、まだ気になって死んじゃう。ゲーム早っ。全然かけるです。もう一回やります。ほんで、まあ、ケンタッキーを、まあ、やるのをね、ちょっと狂ったんですよ。ほんなもうしんどくなって出てしまうて。で、変な時間に起きて、これ。まあ、今日ももう今5時ですけど、早く起きなあかんから、影の伝説をしてる場合じゃないですけど、ただでもサンタさんっぽくて、このゲームはね、なんで家にあるのか分からなくて、昔からこれアーケード、もうもっと言った方がいいかな、アーケードだったよね、なかった。皆さんどんなねクリスマスを過ごしました？誰やクリスマスとか、まあまああんまり関係ないから、もクリスマスよりとかこの年だけだね。もう子供の時とかだね、誰か親に何かプレゼント買ってほしいとかあったけどね。ほんでやっぱ20代ぐらいとか10代の頃ってやっぱり彼女といたいとか、クリスマスにイチャイチャしたいとかあるけど、もうだんだんね、それも薄れてくるというか、なさすぎたらね、ないのが当たり前になってきて、お、緑だった、お、緑のサンタだったよ、かわいい。このももクロの人が結婚しましたよね、元緑の人がね、そのこれももクロの人に似てるな、この感じ、ほら有安桃花に似てる、今有安だよこれ、ね、
そうそうそう、いいですよね。ハイドロしんどかったんかな。しんどいわな。楽ではないもんね、あの仕事がね。すごいしんどかったと思うよ。それでいい旦那さん見つけてよかったじゃないですか。いい旦那さんかどうか知らないですけど、勝手にいい旦那さんって言ってるけど分からへん。お、クリアした。お、何やこれ。まあでもクリスマスバッバッバ子供たちを喜ば、お、何二面簡単すぎる。お、上あって、まあえ、なんかぶつかっちゃった。これおお結構いくな、これ。どうやってんの。あ、あ、終わった。まあでもこんなもんですね。なんかなんやろ、体がすげえ疲れとる。年末のね、この変な気持ちの焦りというか忙しさというか、まあ僕は特にそう忙しいわけじゃないけど、まあまだまだこれからね、あの、あと何、あと今日何人だか28、29、30、31と、まあこの短い間で何個かまたスケジュールがいろんなことがあって、まあ、しんどいですけど、皆さんね本当に体壊さずに、まあ、正月休める人は休んで、まあ、正月もね仕事っちゃ仕事の人もいっぱいおるんでね、あれですけど、あの今日はねこんな感じにしておきたいと思います。その動画のタイミングが難しくなってきて、最近毎日を考えいろいろ考えるんですけどね、時間帯はある程度決めてやりたいなと思ってます。あとまあ正月とか僕と飲みたい人がいたらいてくださいねあの全然僕は全然正月休みはもう綺麗に休みますので、もしよかったら年末もね31日は普通にライブはありますけど、もしよかったら京都の木屋町デューイというところでね31日も歌ってますので遊びに来てくださいね。今日はこんな感じで若干テンション低いですけど、ありがとうございました。